始めから。この物語はフィクションです。私は人を殺してしまい、私は人を殺してしまいました。私はやめた方がいいと思ってたの。あんなことをやるべきじゃなかったんですよ。余計なことするからだ。いい加減にして、もう我慢の限界。さようなら。縁結びの国島根を舞台に、角川ゲームスが送る青春サスペンス。ふみのあやは25年前に亡くなってるんだよ。そういう名前のクラスメートはいません。話せるようなことは何もないわ。どうして彼女のことを調べてるんだ。ごめんなさい、知らない人です。何を調べてるの。手紙が導く7つの過去と1つの嘘。真実は果てしなく切ない。ルートレター始まりの便箋。ご案内いたします。出雲、沿出雲地方の天気は。はじめまして。島根県松江の高校に通う文野彩です。
神の国として有名な島根ですが、ご乗車